イエスゲー、イエスゲー、イエシャーゲイ、負傷1171年は12世紀中頃にモンゴル高原の北東部で活動したモンゴル部のうち、ボルジギン氏系キアト氏の首長の一人。モンゴル帝国を築いたチンギスカンの父であり、キアト・ボルジギン氏の祖である。バートルという称号を帯び、イエスゲー・バートルの名で知られている。原始における、 漢字表記はなり即外。終始のペルシア語表記では、イースーカー・イーバ・ハードルと書かれる。書籍によっては、エスゲー、エスゲー・バートルとも表記される。カブルカンの次男バルタン・バートルの三男として生まれる。兄弟には、兄のモンゲク・キャン、ネクン大使、弟のダリダイ・オッチギンがいる。イエスゲーの続祖父にあたる、アマネキ・モンゴルの君主アンバガイカ,ンカブルカンのマタイトコが、 タタル部族の中国境守備隊に図られ、近帝国によって処刑された頃、イエスゲーバートルは、オノン川のほとりで高狩りをやっていた。その時、メルキト部族のイエケチレドがオルクヌートの民のところから、娘を見とってきたのに出会見てみると、容姿の優れた娘だったので、イエスゲーは、兄のネクン大使と弟のダリダイオッチギンを呼んだ。イエケチレドが怯えて逃げると、 三人はその後を追った。イエケチレドゥが連れる女性、ホエルンは、あの三人はあなたを殺そうとしています。あなたは生きてさえいれば、別の女性と出会うことができます。命をおっしゃることはせず、私を置いて行ってくださいと言い、イエケチレドゥを逃がしてやった。こうして三人によって奪取されたホエルンは、イエスゲーの妻となった。イエスゲーのおじくとらかんと、続投、下段大使によって、 アンバガイカンの仇討ちが開始されると、イエスゲーもタタル部族に侵攻し、その領袖であるテムジンウゲとコリブカをった。ちょうどその頃、妻のホエルンプジンはミオモで、オノン川のデリウンだけにいた時に一人の男子を産んだ。ホエルンプジンは、イエスゲーが捕らえてきたタタル族の優勝の名にちなんで、テムジンと名付けたこの子が後に、チンギスカンとなる。後に、イエスゲーとホエルンとの間には、 ジョチカサル、カチウン、エルチ、テムゲオッチギンの、計四人が生まれることになる。テムジンが九歳の時、イエスゲーはテムジンに女を目とらせるべく、母方のオルクヌートの民のところへ連れて行くことにした。途中、チェクチェル、チクルグーという二つの山の間で、オンギラと氏族の一主長であるデセチェンに出会った。デセチェンは、自分の家へ招き、自分の娘を紹介した。名は、ボルテといい。 テムジンより一歳年上であったが、イエスゲーはその娘を気に入り、息子に目取らせることに決めた。デーセチェンは条件として、最初は婿としてテムジンを置いて行ってほしいとのことだったので、イエスゲーは一旦テムジンを預けてデーセチェンの家を後にし、自分の家へ向かった。その途中、チェクチェルさんの麓のシラケールというところで、タタル族の民が縁を張っているのに遭遇した。 ちょうど、喉が渇いていたイエスゲーは下馬して、飲み物を分けてもらったが、以前の敗北した恨みがあった。タタル族はその飲み物に、こっそり毒をぜて与えた。帰る途中、イエスゲーは、具合が悪くなっていき、三泊四日かけて、自分の家にたどり着いた。家に着いた後も具合は一層悪くなっていった。イエスゲは、自分の指揮を悟り、近くにいたコンゴタウン氏のチャラカ、王、エブゲンの、 ンリクを呼んで、テムジンを戻し、後に残った者たちを頼むというと、そのまま絶命してしまった。リクは、イエスゲーの遺言通り、レーセチェンの元からテムジンを連れ返した。その翌年春、それまで、キアト氏族と共に行動を共にしてきた同族の、大中都市の主張のタルグタイキルトク、アンバガイカンの孫レイエスゲーの族テーラが、集落の離脱を表明し、 イエスゲイ一家を残して、キアト氏の部民ごろとも移り営していった。モンゴル帝国が広大な領域を支配する帝国に成長した後、初代皇帝チンギスカンの孫である、第五代のカーンビライは、1266年に中国の習慣により、曽祖,祖父であるイエスゲイに、列祖心元皇帝と追肢した。ケレートブのトーリルが、父の死後に弟を殺害して、 おじのグルカンと後継者争いをして、敗走した時にトーリルは、イエスゲーに援軍を求めた。イエスゲーは快く快諾して、勢いを取り戻したトーリルはおじを撃破して、ケレートの主張の座に着くと、ことができた。トーリルは、イエスゲーに感謝して、あんだ、名誉の誓いを結んだという。これが縁で、イエスゲーの死後に、このテムジンが苦難を味わった時に、トーリルはテムジンを義士に自らは、 ギフと称するアンダーの誓いをして、テムジンを援助した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。